はい、では2班の、発表をしたいと思います。あ、2班じゃない、1班です。1班ですね。1班もですね、2班と同じようにですね、現状の課題とか不満が、いっぱい出てきました。10年後どうなるんだろうという、感じなんですけれども、出てきたのはですね、まあ、水と緑っていうところを売りながらも、でも実際には、福井家とか行くと、なんかほったらかしで汚いとかですね、川はゴミだらけで歩道も草ぼうぼうですよみたいなお話が出ていたりとかですね、あと、まあ、駅周辺に買い物するところがなくて、そこへ行く交通の便も悪くて、買い物難民のお話も出てきました。それからまあ、バスが不便で、金剛の駅に電車の始発に乗ろうと思っても、そこへ向かうバスがないっていうような話もありました。空き家のお話も出てきましたし、若いお母さんが働ける環境、子供を預ける施設であるとか、ありがとうございます。それから働く場も、ないですよねっていうようなお話も出てきました。それから、あっ、何だったかな、まあ、大野ぶどうっていう特産品はあるけど高くてなかなか、後継者もなくてっていうようなお話もありました。結構、何ですかね、課題とか、不満とかが出てきて、なんか10年後の明るい姿が描けないのかなっていう感じがしていましたけれども、でもその中ででもですね、メリットを生かせるところもあるんじゃないっていうところも、出てきておりましてですね、まあ狭山は住環境がいいし自然環境もいいんだから、周辺の都市よりも、より、住みやすいということで、周りの人を呼び込んだらいいんじゃないか、差別化をしたらいいんじゃないかとか、小さな町だからこそできる、コミュニケーションを良くして、スピード感のある動きが、できるっていうことであったりとかですね、それから大野ぶどうもですね、販売方法を工夫したりとかですね、若い人を他市からも呼んできたら、もっと量産もできてコストダウンもできるんじゃないとかっていうお話、それから、空き家についてもですね、ほったらかしにするんじゃなくて専門の業者を入れてうまく交渉すれば活用できるよ、他市にはそんな事例もあるよっていうお話も、教えていただいたりもしました。いっぱいいっぱい、現状の不満であるとか課題が出てきたんですけれども、これ逆に見るとチャンスなのかなと思っています。困りごとがいっぱいなので、その困りごとを解決することで、仕事であるとかですね、そんなところにつながるのかな。でその仕事が、若い人の中で回っていけば、若い人も狭山の中で、暮らしていける環境ってできるんじゃないかなと、思いながら、この話を、聞きながらまとめさせていただきました。不便さが逆にチャンスになるんじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございます。